在1年です。今回はですね、池井島にある池井ビーチを紹介していきましょうね。まあ、今もね見えてましたけど、ハーリーの時に使うサバにね、船が看板になってて、で緑もね、ザ・ウチナっていう感じのね、南国っていう感じの緑があって、でそこにね青い空とすごい綺麗な海と白い砂浜っていうのがね特徴的で、まあほんとね、ザ・ウチナっていう感じのねビーチなんですけど、まあ有名ですよね。皆さん、まあ、1回聞いたことあるかなと思いますけど、池井島っていうね車で行ける離島、沖縄本島から行けるんですけど、そこのビーチ今回紹介していきましょうね。池井島っていうのはね、2つビーチがあって、もう1個ね大泊ビーチっていうのと、ここ池井ビーチっていうのがあるんですけど、ここの特徴はね、一番はまずマリンスポーツがかなり充実してるっていうところと、あとはもう一つがね年中泳げるっていうところなんですね。だから冬に来てもね楽しめますよ、っていうこの2つがね特徴なので、ぜひ今回はね最後まで見ていってくださいね。はい、でこのチャンネルではねまあやっぱねおしゃれにねカットされてるような動画とかいっぱいあると思うんですけど、どちらかっていうとね、そういうかっこいい感じじゃなくてね、まあワンカットでねずっとぐるーっと回ってね紹介していくような感じになってます。なんでかっていうとね、やっぱ僕もそうなんですけど、そういうおしゃれなのを見てるとね、やっぱ行った時にちょっとイメージと違ったなとかね、あ、こんなちっちゃかったのかなとかってね、いろいろねギャップがあることが多かったんで、まあせっかくね動画だとね、やっぱこういうのをね紹介しやすいし、雰囲気も使いやすいと思うんでね、ワンカットでやって、ね、計画とか下見とかね、そういうまあ沖縄旅行の時にね役立つような感じで作られてますんで、ぜひねそこら辺もかっこよくはできないけどね、ちょっと参考にしてもらえればなと思います、今回もね。はい、で今回紹介する池井ビーチ紹介していきたいんですけど、池井島までねだいたいね那覇空港から1時間半ぐらいかかります。名護とかもね遠いんですけど、ここはね高速がそのまま通ってるわけじゃなくて、ちょっとね高速って沖縄縦にねつながってるんですけど、池井島って横なんでねちょっと時間かかります、那覇空港からですね。だから一番有名なドライブコースで海中道路ってありますね。海中道路その大きい橋が通ってるんですけど、そこから行って、で4つね島があるんですけど、そのまた池井大橋の通ってから一番奥の島になります。でね、ここね通ってねまだね3040年ぐらいしか経ってないところで、池井島ってね300人ぐらいしかいないらしいんですよ。だからすごい自然のが残ってるね島ですし、天然のビーチとしてもすごい透明度が高いってことでね、すごい有名なビーチになります。僕もねいっぱいねビーチ回ってて、これ他にもね人工のビーチとか天然のビーチも出しますけど、まあ、北部とはやっぱ違ってね、離島のビーチなんでやっぱすごい綺麗ですし、透明度高いですしね、あとはやっぱこの岩場がね今も見えてますけど出てきますよね、干潮時になったりとかすると、やっぱりねこのね島な離島ならではなので、こういう景色もね楽しんでもらえるかなと思いますね。特徴的ですよね。で今ちょっと左側に見えてるのが、まあ、池井大橋なんですけど、ここの上のところがね昔琉球王朝時代とかはね中国と貿易をしてたっていうところの拠点になってるので、まあ、池井島自体もねビーチだけじゃなくてね、こういうちょっと観光スポットもありますんでね、特徴なので、ぜひねそこも含めてね池井島で遊んでもらえればなと思います。はい、でここを、ね、見てもらうとね、ちょっとねちっちゃいんですよ、ビーチ的には。もう一個ある大泊ビーチっていうのはすごい長くて 600m ぐらいね砂浜があって、すごい大きいビーチで、波もデージ高くてね、なんかすごいそれはそれでデージ楽しいんですけど、ここはどちらかっていうとこじんまりしてて、でさっきもありましたけど、サバになんかちゃんと人工の施設がちゃんと整ってるビーチっていう感じで、ね、すごいそういう意味ではここはマリンスポーツをするんだったらこっちで遊んだ方がいいです。で他のところでマリンスポーツするのと何が違うかっていうと、やっぱね島ならではのね、やっぱすぐ近くに魚がいたりとか透明度も高いんでね、そういう意味ではここ池井島でねマリンスポーツするっていうのはね、北部とか違う地域でね沖縄の地域でやるよりはまた違った楽しみがあると思いますね。はい、でこの施設のねちょっと紹介もしていくんですけど、1個あったねやっぱ年中泳げるっていうのはいいですよね。やっぱり冬時に来てもどうなのかなって言ってもね、ここはね干潮してもね潮が引いてね全然泳げないっていうことがないんで、干潮時でも水が沖までちゃんと沖からちゃんとこの砂浜まで来てくれるんで泳げるんですよね。普通干潮だったら全部ねもう足がサンゴの木になったりとかリーフに泳げないじゃないですか。だけどここはそれでも泳げるよってことで、ね、年中関心もいるみたいですよ。だからすごい、冬の方がね綺麗って言われてるんでね、透明度が高いって言われてるんで、ぜひね、冬来てね、ちょっとまあ寒いかもしれんけどね、まあ冬の晴れた日とかだったら、すごいまた違った綺麗な冬の海見れると思うんですよ、沖縄の海ね。で、まあ遊泳時間とか10時から、朝の10時から夕方の5時までっていう感じで、ここもね、まあそんなに、まあちょっと短いけどね、まあそう、まあ他のビーチとはそんなに変わらないかなと思いますね。で、あと、ここの施設、天然のビーチなのにこれだけ施設管理されてるよっていうのでね、シャワーとかトイレとか更衣室ロッカーもちろんありますし、売店、まあパーラーもありましたね、さっき見えててね、テントのところにね、パーラー、一番最初のところもあるけど、パーラーもあるし、で、あと食堂もあるんですよね。で、まあちゃんとね、防護ネットも張られて、クラゲとかがね、入らないようにもされてるし、天然のビーチで結構ここまでね、しっかり設備整ってるっていうのはすごいいいですよ。なのであんまりないですね、沖縄でね。で、まあ今も見えてますけど、すごい透明度高いですよね。綺麗ですよ、本当で、実際はこれ撮った時ね、雨雲が上にあってね、あんまりねちゃんと日が差してなかったんですよ。ちょっとね雨も降ったんですよね、遠い雨ですけどね、撮影した時ですよ。それでもこれぐらい綺麗なので、本当にカンカン照りの真夏日の時に来たらね、もっとねエメラルドグリーンになってて、透明度も高いはずなので、ぜひね夏の海にで遊ぶんだったらね、池島行った方がいいなと思いますね。で、マリンスポーツすごい充実してますから、これ紹介していきましょうね。ここはね、まあ、マリンスポーツのやっぱ種類も多いです、すごい、バナナボートだったりとか、ジャンマーブルとか、マスターブラスターとかね、こういった種類、まあ、サップとかウェイクボードとかマリンジェットとかね、いろんなのがまあ何十分いくらとかね、20分いくらっていう形でできる、まあ、これ結構種類がね7種類8種類あるんで、これぜひねやりたいもの、概要欄にも価格のリンク出してますんで、それ見ていただいて、でこのマリンスポーツの中でも1個ね、僕がすごいおすすめしたいのがガラスボートです、ガラスボートね。もちろんねマリンスポーツやるのは他でもできるんですけど、やっぱ池島の透明度を見てほしいなと思うので、ガラスボード、ここから今見えてるとこが出るんですよ。ここから出ていくので、船に乗ってね、ありますよね、中のガラス張りになってて魚見れるっていう、これだったらねほんと虜になるって言われてるんで、ぜひね、僕も乗ったことありますけど、小さい時とかにね旅行行った時に乗ったんですけども、今でも覚えてます。デージ綺麗だから、ぜひねこれは乗ってほしいなと思います。これガラスボードね、30分大人1500円で子供800円で乗れるんでね、ぜひこれはまあぜひ見て乗ってもらいたいなと思いますね。まあマリンスポーツだとね、もちろん綺麗な海でやるっていうのは一つなんですけど、池島じゃなくてもできるじゃないですか。でも池島せっかく来て透明度高い海で見るんだったら、ガラスボードで中のね魚とかサンゴとか見てもらいたいなと思うので、ぜひそっちやってほしいなと思います。でもう一つねユニークなのが、池島をね一周してくれるっていうプランもあるんですよ。これユニークですよね。やっぱり小さな島だからできるっていうのもありますし、まあね普通に沖縄本島一周とかできないしね、宮古とかもできない、他のところもねなかなかないので、池ビーチならではのね遊び方として1周ね、まあこれも5500円ってね、できるので、ぜひねこれもやってほしいなと思います。まあやっぱただガラスボードはやってくださいね、やってくださいね、これは本当におすすめなんで、ぜひやってください。あとは体験のダイビングとかシュノーケリングとか、そういったのも60分1万円とか60分6000円っていう形でできるので、せっかくならねやっぱ池島のねこの透明度、海の透明度を体験してほしいなと思うので、ね、そっちの方をね優先でやった方がいいかなって僕的には個人的には思います。はい、こんな感じですね。でまあ、こんな感じでねマリンスポーツと、あと年中泳げるよっていう形の池ビーチ紹介してきたんですけど、もう一個ねちょっと僕なりのおすすめというかね、ここ見てみてほしいなというところがあって、池ビーチの中に食堂があるんですよ。でもうがっつりした食堂、普通の食堂があるんですけど、ここね地元のねおじおばとかね周りの人たちが食べに来るようなところで、その定食とかが置かれてるんですけど、ビーチの中にね食堂があって、しかも、まあ、ザ・ウチナーのね食堂があるっていうのは結構面白い、なんかね、来た時に見た入ってもねちょっと面白いなって思ったので、ぜひそこもねせっかくだったらビーチでねがっつり泳げなくてもね食堂で食べてから帰ってほしいなと、ドライブ来た時もね、はい、じゃあね今回は以上になります。まあ、池ビーチ紹介してきましたけど、まあ、他でもね天然ビーチとか人工のビーチとかね紹介してます。ビーチいっぱい回ってますからね。で最初にもありましたけど、ちょっとねおしゃれにはできないんですけど、沖縄旅行の下見とかね、あとはまあちょっと計画立てる時の参考になればなと思ってますので、ぜひねチャンネル登録の方もよろしくお願いします。